川野江城は愛媛県四国中央市川野江町の和尾山にある日本の城である。別名の仏殿城の名でも著名である。伊予、佐抜、土佐、阿波を結ぶ交通の要衝である川野江の和尾山山町に位置した川野江城は南北朝時代から戦国時代にかけての城であり、別名仏殿城と言われるように本来は仏閣であった。昭和59年に 川の江市政施行30周年記念事業の一環として、城山公園整備事業が行われ、本丸後に、天守、両矢倉門、矢倉控え部屋などが建築された。犬山城天守を模した天守であり、その他の石垣や矢倉城門等も史実に即したものではなく、当時の名残を止めるものは、 模擬天守の石垣の周囲に残存する、わずかな石垣だけである。城の縄張りは、標高62メートルの和潮山山頂を四角とする、木沢四角式の山城である。上地の主要部分は、石垣が廃されており、加藤義明再建時のものと見られる。また、山を区画するように、掘り切りや縦堀も存在し、これらは、中世紀の名残と推測される。南北朝時代、 南朝方の武将であった河野氏の取りの一つとして、土井義政が、南朝、延元二年、北朝、県務四年に、川野江城を築いた。しかし南朝、広国三年、北朝、略王五年、後栄元年に、細川より春の攻撃を受けて落城、土井義政は内死にを遂げた。交通の要衝であった、川野江城はそれからも、攻略対象となり、南朝、 昭平19年、北朝、上治3年と、南朝、天治5年、北朝、英和5年、攻略元年にも、落城の浮き目にあっている。その後、細川八重家の持ち城になっていたが、細川通薫は、独力での川野への維持が不可能として、毛利氏の助力を求めて、備中国へと去り、この地は、河野氏に譲渡された。河野氏の所領になった。 川野江城は妻取智春が上司となったが、元気3年に、三好支配下の小野田山と守るの攻撃を受けている。その後、妻取智春は金子元宅を通じて、土佐の長蘇壁氏へ寝返ったため、河野支配下の川上安生の攻撃を受けて落城、川上安生が上司となる。しかし、天正13年に土佐の長蘇壁氏の攻撃を受けて、川野江城は再び落城。 川上安章も打ち死にした。長蘇壁氏の攻略からわずか数ヶ月後の天生10年5月上旬に、豊臣秀吉の四国平定軍が四国へ進行を開始、怒涛の勢いで四国各地を接見する。川野江城も豊臣軍による行為を受けたが、行為中の7月25日に長蘇壁氏は降伏して、川野江城は会場となった。以後の川野江地方は、 小早川氏、福島氏、池田氏、小川氏と目まぐるしく領主が変わったが、慶長5年の関ヶ原の戦いの後に、伊予国に違法された、加藤義明が川の江を領すると、慶長7年に城を、植法形状格へと改築した。しかし、義明が居城を、伊予松山城へ移すと、川の江城は廃城になった。一柳直が、年に、川の江藩を立藩し、 城を再築しようとしたが、寛永19年に死去。領地は就航され、以後の川の絵は天領になったため再築されることはなかった。国道11号、山下公園前交差点の川の絵上標式から、西へ折れ、約650メートル先の金星下は、大江橋手前を鋭角に右折、約350メートルで、城山公園独に到着。 一方通行進入禁止の標識手前すぐ左の上り道に進入、約350メートルで上山公園山頂駐車場に到着。川の影響度物語、森実ねよししろうちょ。ありがとうございます。